どうも、東京都にです。今回この動画を撮る予定はなかったんですけど、スーパー行った時にちょっと面白い雑誌を見つけて急遽撮ることにしました。だから今パート2を編集中なんですけど、それがこの動画が上がる頃には上がってくれてると嬉しいなと思いつつ、で今回雑誌の紹介をやっていきたいんですけど、こちらです。じゃん、お絵描き姫デラックス。これ学研さんが出してる本らしくて、トレース台が中に入ってるんですよ。トレース台って結構初心者の人におすすめなんで、まあ俺も持ってるんですけど、やっぱ道具フェチなんで、こういうの見ると欲しくなっちゃうんですよね。これトレース台のところにこうやってなんか青いハートのマークとかなんかいろいろ装飾がちゃんとしてあって結構可愛いんですよ。で、中身も結構ね、こうやってトレース素材としてサンリオとかが入っていて、いろいろ入ってて、このように遊べると。でも値段自体がちょっと1320円と張るんですけど、まあこの内容で1320円は安いと言っても過言ではないでしょう。で、一応これもう前にも出ていたことがあって、2020年の7月16が第1冊。で、今回これが2022年の1月18日の第4冊発行ということなので、もう持っている方もいるかもしれないですけど、これでちょっと遊んでいきたいと思います。開封するとこんな感じですね。サイズとしてはハガキが1枚乗るかなぐらい。個人的に感想としては、ちょっとがっかり感が強かったですね。本のサイズと比較したとき、やっぱりちょっと小さいじゃないですか。ワクワクして開けたら想像以上に小さくて、ちょっと悲しくなっちゃったよね。あと、単三電池を3本使うところも、日本が良かったなって思ったかな。まあ、それはあくまで俺の個人的な感想なんで。それでは準備も整ったので、早速使っていきましょう。いろいろな絵柄があって、1万円の可愛いやつとかもあったんだけど、今回は女の子を組み合わせて描く絵に挑戦してみました。何種類かの絵柄をこうやって組み合わせて女の子を描けるっていうシステムを使ってて、こういうのなら小さい子でも簡単に絵が描けるかなって思ったり。あと、絵の上の直線が目安になってて、それがさらにわかりやすいよね。ただ年齢層を考えるんだったら、もうちょっと絵を大きくした方がいいんじゃないかなと思いました。今回やってみたんだけど、絵が結構小さくて苦労したんだよね。俺が使ってるシャーペンは 0.2 だからまだいいんだけど、0.5 とか鉛筆を使ってる人だと、さらに大変になってくるんじゃないかな。うん。そんで、本の中にある絵を切るのに、ハサミがいる点も、ちょっと優しくないなって感じたかな。俺はこれ、定規とカッターで切ったんだけど、ハサミだったらガタガタになるだろうし、子供が変に切ったら、絵の紙がぐちゃぐちゃになったりする可能性があるから、もうちょっとなんとかできなかったのかなって思った。作業上の注意点として、とにかく視野、作業台が小さいわけ。絵がずれないように必死に押さえて描いてるのが見てわかると思う。あと前回の動画で線を描くときって自分の描きやすい向きに紙をくるくる回して描いてって言ったんだけど、変に回すと絵がずれる危険性があるから、それもできずに描きづらいラインをひたすらなぞっています。まあこういうのもいい練習になるよね。使用感としては表面が柔らかいのか軽くグニグニ曲がるかな。あとピンクの上2つの押さえがもうちょっときつかったらなとか思いつつ、もう一つ小さいトレース台を持ってて、そっちの方が少し小さいんだけど、こっちの方がなんか窮屈に感じるよね。これで作業するんだったらマスキングテープ使いたいなとかも思ったんだけど、でもそれをするとできる限りありもので楽しみたいっていうポリシーから外れるので、無理してこの状態でやっています。ちょっとこの辺の作画シーンなんだけど、手とシャーペンの先がかぶっちゃって、カメラ位置これから今後は改善していきたいと思っています。今回はちょっとこれで許してください。
顔の輪郭の部分ができたんで、今度はね、中の顔、2番の顔を中に描いていきます。ちゃんと上の直線とね、ラインを合わせて描いていくんだけど、この目の部分がまた細かくて結構苦労しました。顔がこうやって完成したから、今度は胴体の台紙を重ねて、また胴体を描いていきます。この手がまた細かくてね、結構苦労するんだよね、これ。これ指先とか多分1ミリ直径ないんじゃないかなぐらいで、そこがね、ほんと細かくてね、大変でした。これから見て左、つまり右手を隠してるわけだけど、こういうのは本来デザインをやる上で、よっぽど何か意図してない限りは結構ご法度なんだよね。でも初心者の人とかに手を描くのは難しいと思うから、用途に応じてこうやって描かないようにする努力を覚えてほしい。そのうち絵を描いていく上で必要になってきたら別途手の勉強をすればいいだけの話だから、とりあえず今は楽して一つのことを仕上げるっていうことを重点的に考えてやってほしいと思ってます。この絵には服のシワが存在してないんだけど、絵柄やタッチによってはこうやって省いても違和感がないんだよね。不要な線と必要な線って言えばいいのかな。なくても成立する線があると絵自体が引き締まるんだけど、やりすぎるとバランスが悪くなるから、自分の描きたい絵柄にはどの程度のシワがいるかを考えてほしい。
上半身できたんで、今度は下半身を変えていきます。下半身の方はスカートでね、結構楽なラインが多くて、結構なぞってるだけで自然と絵ができてきてね、そこが割と楽だったかな。細かい部分も少なかったし。一応カメラ位置とかは気にしながらはやってるんだけど、こうやって一時的に気づかずに、ちょっと作画シーンが入ってないところもあるけど、そういうのはちょっと許してください。これで女の子は完成したんだけども、ちょっとね、隣が寂しいから他の台紙を使ってウサギのぬいぐるみを描いていきます。こうやって他に絵が寂しいなと思った時はこうやって描き足してあげることで空白が緩和されていい感じの絵に見えるんで、もしねうまく見えない人はこうやってなんか工夫して空白を埋めるようにするといいかもしれないです。ウサギの人形を描いていく中で、腰の中に書いてあるドリームって文字や、足の裏の日給なんかをしっかり書いてあるんだけど、こういう部分をみんなにはね、見習ってほしいよね。すごく細かい話なんだけど、こういう部分をしっかりしてるだけで、絵を見た時に、パッとにすごくうまそうに見えるんだよね。ちょっとした工夫で絵が上手に見えるってすごくお得なことだから、こういうところをみんなにもぜひ真似してほしいかな。
これにてこの絵は完成です。というわけでね、今回はこのお絵かき姫デラックスで遊んできたわけなんですけども、5段階評価で4上げたいと思います。なんで4かっていうと、まず電池が3本いるところ、あとこの台紙がやっぱり切るときにハサミとかで切るとぐちゃぐちゃになっちゃうのかなっていう、そういうところで1減点になってますね。でも初心者が使う分にはすごく面白くて楽しい、上達にもつながる道具だと思うんで、おすすめしたいと思います。使いやすさとか使いづらさっていうのはあんまり考慮してないです。俺の持ってるトレース台っていうのが、よいしょ、こちらのサイズになるんで、これ使いづらいのなんて当たり前なんですよね。でもまあ初心者が簡単に手に入れる分にはね、なかなか楽しい道具になると思うんで、おすすめしたいと思います。この動画が面白いと思った方やいいなと思った人は、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ではまたねー。